もや。智也さんはきっとどこかで無事でいるよ。うん、ありがとう。ねえ、ちょっとだけ話を聞いて。途中で寝てもいいから。智也がね、この前私の誕生日に料理を作ってくれたの。いろんな種類をすっごいたくさん。あんまり美味しくはなかったんだけど。でも、すごく嬉しかった。食べきれなくて、ほとんど智也が食べたけど。人に親切なのはいいんだけど、お人よしで面倒見がいいから、誰かを助けて、それで逃げ遅れてたりしないかなって心配。フェリー乗り場で待ち合わせたのも、智也の亡くなった恩師のご家族の用事を手伝いに行こうとしていたからなのよ。だからかな、ちょっと時間にルーズなの。約束の時間にはいつも遅れてくる。前にも映画を見に行った時に、最終上映の開始後にやってきたのよ。信じられない。そう、山飯の大花火大会に行く約束も当日になってドタキャンするし、今回だってそうよ。新婚旅行に行こうってのに遅れてくるって何なの？もうどこに行ったのよ、こんなに心配してるのに。会いたいよ、トモヤ。また智也さんに会えるよ。うん、もちろん。あなたにはいろいろ助けてもらって感謝してるのよ。明日もよろしくね。おやすみ。